備えていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。昨年の火災件数はお聞きをしますと一昨年に比べて下回ったというふうに伺っております。これも各地域における消防団員の皆さんの予防活動をはじめとしたさまざまな取り組み、ご努力の成果の結果であるというふうに思っておりまして、皆様方のご尽力に対しまして深く敬意を表させていただきたいというふうに思います。近年地域の皆様から寄せられる消防団、消防団員の皆さんに対する期待は一段と高まってきております。火災やあるいは地域行事での火器の警備、地震、風水害等の自然災害への備え、そしてまた防災訓練あるいは避難訓練への参加などをはじめといたしまして、地域の安全確保、安全を守るために、まあ、改めて申し上げるまでもありませんが、消防団の皆様のは欠かせないわけでございます。どうかこれからも柏崎市消防団の一層の団結を図っていただいて、地域に密着をした活動を展開をしていただきたいというふうに願っているところでございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。また本日はこの出初め式にあたりましてお越しをいただいております消防団協力事業所の来賓の皆様方には、日頃から消防団活動に対しまして大変なご理解とご協力を賜っているわけでございますけれども、そのことに対しましても厚く御礼を申し上げますとともに、これからも引き続きのご支援を賜りますようこの場をお借りをいたしましてお願いを申し上げたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。終わりにあたりまして、本日ここにご臨席をいただいております皆様方の今後のご健勝と、そして柏崎市消防団のますますの発展、このことを記念を申し上げまして、平成26年の年頭にあたっての挨拶に変えさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。